十2歳年収240万、無能嫁36歳440万、人生がクソです。どうしたらマシな人生になりますかなりませんね。えー、っと、42歳で240万の人が、8歳年下で年収200万高い人を無能と呼んでるという状況だと思うんですけど、 他のことに関して奥さんが、なんか、無能で、その、ま、まさきさんが有能なのかもしれないですけど、その8歳も年上で年収200万下だとすると、やっぱりどっちが無能かっていうと、まさきさんが無能だと思うんですよね。で、その、自分が無能であるということがわからないという時点で、やっぱり人生クソなの当然だと思うんですよ。だって無能なんだもん。 奥さんがそれぐらい優秀であるということすら分からず、で、そのなんか人生がクソなのが奥さんのせいだと思ってるという時点で、まあそりゃそうだよね。どうしたらマシな人生になりますかあの自分が無能であるということをちゃんと受け入れてください。無能有能でいくと多くの人は無能なんですけど、ただ無能の自覚のある人はまだ助かる可能性があるんですけど、無能の自覚のない無能はもう誰も助けられないので、マシな人生を歩みたいんだったら、 ちゃんと無能であるという自覚をするといいんじゃないかなと思います。